か。マジで誰なんだろうね、あの言ってきたやつ。動物園とか言われた。雨の、え、今日の動物園じゃん。いやいや、雨のまでね。それあ、ハンバーグだ。岩にじ、おつにじ。やっぱ暴れてる。ね。バレてて目に。すごいね、みんな。ね、よく声でわかるね。それな。誰もかんない。ハロー、岩にじ登場。雨のちょ、上に住んでるお姉さんに怒られるって。運命だね。寝てる二人とも。起きてるけど寝てる。ハロー、上に住んでるのお姉さんなのか、いいな。いいでしょ、知り合いのお姉さん。実は噛めよ。うちはあるんだ、やった。うるさそうだから遠慮だ。いやマジ今日マジ眠い。え、今日何時に起きたと思う、レナ当てて。今日起きた時間13時半。なわけないだろ。9時半。 No。 9時50分。だってなわけないじゃん。9時半近い。12時なわけないでしょ。11時とか言われてる。舐められてるね、レナら。レナらっていうか、レナ。おー、嬉しい。え、今日は午前中レナたち頑張った日だからね。うん、そうなんですよ、今日は午前中が頑張った日です。何時に寝たっけ、覚えてない。3時とか4時ぐらいかな。4時に寝た。え、5時ちょうどに始めたんや。早っ。何時起き今日二人。7時半。は7時半。え、嘘つけ。ガチガチガチ。絶対嘘。言うは嘘だ。ガチ。アジが出る。マジやめて。ガチが出る。ガチが出るほど。てか今日前髪が割れてる、やだ。いやにゃん、ここです。いやー、ステージはねえか。味が出るマーク。
うるさいからさよならって言われた。悲しい。悲しいです。これは悲しいです。え、マジでさ、やばいよね。今日マジ眠い。え、マジもうちょっと早く起きようと思ったけど、起きられへんかった。眠すぎて。寝すぎてない、寝てなさすぎて普通に眠い。違うよ。注射とか楽しみだな。うんうん。マジそれね。え、絶対人いないんだけど。政治はねえたいな。おばけんし。目合わせんなよみたいな。絶対期待したでしょ。レオンのやつ。一回取り消します。なんで、ツーショット会話ね。ツーショットってか写真ってさ1時間枠一部1時間あんの。え、2部ある。んツーショット会2ある2と3は写真ちょ、ちょぶんいいでも絶対こんな1時間。え、うん、1時間だと思う。え、そうなんだ。多分。え、通所の日ってさ、通所しかないの？なんかあるの？うん、通所しかない。あ、そうなの？うん、ほえー、通所だけやね。プログラムみたいツーショって大体一枚よな、みんな一枚じゃない聞いてない一枚よくない、よくない。枚数まで聞いてない。あ、普通に来るよって何枚も取るんかな。わかんない。だって CD3 枚分でしょ。ねえ、高いよね。うん、絶対タバコさんそうじゃん。ね。うわ。ね、CD3 枚高い、高いっていうか、お、なんかすごいね。お願いしてもなんだろう。握手ハッピーハッピーでじゃない高いの。高いね。通称。他だいたい2枚らしいね。高いとか言うたか、確かに。あ、ハリネズミ。
歯は。あー CD はいらんってこと、荷物になるから。なんかみんな CD リサイクルショップとかにしてるらしい。やばいよな、 CD で家作れそう。それなってぐらいみんな買っとうよな。やだ靴優しすぎ、優しいんだけど。え絶対いい人に、いい人に目覚めてんの、うん、やばめっちゃおもろいじゃん。たくさん遊んでくれたので、えー、やっほー。じゃあレナのか、レナがカストロの時に遊んでくれた人が入ってきてくれたけど、初見でした。やさ初見でした。あ初見、初見でした。容量足りないって、ね、メールも送れてへんもんな。だってユアニジはいません、帰りました。帰りました。何これ、誰だよ。じゃあおしりさんか。かわいい、めっちゃかわいくないこれ。そんなんなんだ、めっちゃいいね。写真貼ってるのいい ね。なんかセリフだけ、しおりセリフっていうかの、かわいい。じゃこれ、これファンの方が作ったのかな。あ会場で CD 買えんだ、いいねそれ、それいいね。メールの返信もできなくなりました。いつもしないじゃんメールの返信。いやあの顔はめパネルめっちゃ可愛かったんだけど、可愛かったあれ。レナも沖縄行った気分になったわ。こんにちは、ちわちわちわ。2時2時から3人一緒と聞いてます。チクったんだメールで。えみんなに、いやメール届くの早い。2日間ありがとう。こちらこそ。滑走路で最高だった、遊べて周りの人と。あ誰でしょう。にりりんでるでるでるじゃんわっ。やだなこの積み方。この積み方やだな。かわいい、似てるねレナたち、こう見たら。私たちはよく似てるね。あまたそろそろヤバさんに。髪の毛ピンクだった、思ったそれ。ストレートヘアありがとう。僕のゆあちゃんだって。うわ僕の好きな最強ついて似合い似合い。隣の子かわいい、塾長です。知ってんのレナ。え塾長知ってるよ。え知ってんだ、うん、えレナが、うん、塾長ってこと、うん、え知らないと思ってたの。知らないと思ってた。嘘でしょ。え全然そんな浸透してないと思ってた。えいや浸透なんだけど普通に。やば、浸透してんの。MC とかでも出てない。いやそうだけどみんな意味分からず聞いてんだろうなって思って。えそうなの。鈍感よって。嘘気づいてんだ。鈍感か。塾長だよ。いやは塾長じゃん。無理やりの件交わしてるじ。レナえやった最近始めましたね。塾長してもらっていいですかね。いわがいわにゃんです。どっちも応援してください。塾長とともにありがとう。12期研究生、愛知県出身18歳、ゆわにゃんこと河村ゆわです。そんなはっきり喋んないで。塾長が一番かわいいよ。塾長が一番かわいいよ。やばみんなの真似。え5月までか会えるの。じゃあ私からありがとうでした。塾長ありがとうって。どういたしまして。どういたま。劇場入るとココミンとユアニャン目で追っちゃう。え俺は俺は俺は塾長今日も可愛いね。俺は塾長いつも可愛い。ラブ。ほんと可愛いんだよねユアって。急に褒められた。えなんで。あ褒められた褒められた。
レナから褒められたいせついてないわ。本当に、うん、確かにあんま言わないよ、人のことあんまり褒めないかも。うん、褒めないっていうか言えない。わかる、いや思ったこと言えない。わかる、でも心の中でめっちゃ叫びたいぐらい思ってた。いや、わかる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 、めちゃめちゃわかる。 それは言おう。え、結構ここ見にあれな言うよね。え、私だってえ、これかわいいとか言うけど、うん、イワは心の中でめっちゃ思う。同い年だもんね、確かに、うん、確かに同い年ってあんま言わないね。いや別に言ってもいいんだけど、うん、なんかあのなんであの言ってもいいんだけど、うん、今可愛いなと思って、うん、可愛いって言ったら、うん、あの続行されないじゃん、笑うでしょ可愛くないよとか言って。確かに続行されないよ、その可愛さが。暴れないで、さっきから暴れないで、さっきから暴れないで、さっきから暴れないで、暴れないでそう、だからユアはたまに褒めるっていう。なるほどね、ね、絶対興味ないやまねなるほどね、なるほどね興味ない、うん、興味ない。え、なんかさ、あのみんなでパックしてないね。えぇ、ー、おーごめんなさい。いいよ、いいよ、みんなでパックした写真あるじゃん、うん、あれをさ、メールで送ろうと思ったけど、やめろよ、絶対。いや違う、思ったんだけど、うん、ちょっとね、絶対にやめろ。じゃあマネージャーさん通すから。あ、そうね確かに味が出ちゃったら困るからさもうやだ無理。だから、うん、やめた、うん、うん、いろいろ出ちゃうからだから、やめました。ゆあじゃなくてね、ここみがね、あのね、暴れてたここみが暴れてました、さっきは。普通になんかマスク使って分からない。え、なんか今日からさ、新人枠始まってる。本当だ、ここはさ、え、見て見て、新人枠さ、レナしか配信してなくてさ、現在710ポイントで1位なんだけどえ、17時からなのそれ。え、違う、ゆあさん、それめっちゃやろうと思ってて、18時からだと思ってた。やるわ、ちょっとみんな来てやりな、やりな、やるやる。え、いやさ、これアバターゲットできるんだよ。え、そうなの。だからやりたいの。え、みんなこっち行ってあげて。みんなお願いします。みんなこっち行ってあげて。アバターゲットでしたいの。じゃあレナ切ろっか。いいよ、いいよ、いいよ、切らなくていい。え、本当に、うん、いい、全然いい。1位でした。なんか700ポイントなのに1位でしたそう、だからユアさ、18時からだと思って。クゲのメイクポーチ借りてもいい。あ、いいよ、電気つける、そろそろ。ちょっと8時からだと思ってた。画面見て、どう、この写りでいいか。あ、いいよ。え、どうする。え、切っていいよ、レナ。全然いいよ、いいよ、続けて。いいよ。え、普通に切っていいよ。借ります。次はもう借りる。え、電気消す。あ、つける。え、ちょっとつける。あ、じゃあ一旦切るね。次はもう借りまし。じゃあみんなユアのところに行ってください。うちにも来てね。あざす。あ、ココミもやるらしい。二手に分かれて来てください。はい、ユア、ココミを支援したいと思います。ってことで、さようなら。バイバイ。癒されな。また夜します。バイバイ。癒されな。そうね。何その振り方。いや、なんか味が出ていいかなと思って。